でこれはおそらく皆さん例えば株にしろ為替にしろ商品にしろ値、えー、動きのある相場に向かった時にじゃあその相場でどう戦っていくかって考える必ず考えますよね当たり前ですよね勝つためにはどうしたらいいかって考えるその時に、えー、何をもとにして、えー、トレードしていくかっていうのをどうこう考えか 最終的な売買手法に落とし込めばいいのかっていうのをなかなかこう解説したお話ししたものってないと思うんですね。で実際にそれをどう,こうブラッシュアップしていくかっていうのもなかなか皆さん見たことないと思うんですけれども実際今日お話しするのは、えーまあ、今日この資料を作ってて結構びっくりしたんですけれどもトレードアイディアとしては新しいものではないんですね。だいぶもう、えー もう56年前ぐらいかなあのもっと前かな思いついて使っあ,ある時期実はシストレで使ってた、えー、トレードアイディアなんですけれどもそれを思いつくまでの過程というのを、まあ、最近のいろんなこういう動きを含めながら、えー、どうやって考えていくかという道順をお,お話ししていきたいと思います。その過程で、えー、チャート を見ながらいろいろご説明したいと思います。これ今五、えー、分足です。ドル円ので例えば先ほど言ったようなこういうところっていうのはトレンドチックなところですよね。で、まあトレンドがないっていうのはこういうところとか、もしくはあの。 今の状態もややトレンドレスな状態なっているようなところですよねでこれが実際の相場の中で発生したときにきっちりとそう判断できる材料がいわゆる、えー、テクニカル指標で、えー、追い求めている皆さんが追い求める制範になってくるわけですよねでこういう局面がいろんなところで相場では出るんですね こういったのを探しながら例えばここはレンジですあごめんなさいトレンドですよここは、えー、ちょっと過しですけどレンジっぽいですよ次またあのトレンドが出ましたよってきっちり分かるようにしてあげなくちゃいけないそれがそれこそが、えー、トレード手法の大元になってくるわけですよね。でこのイメージ どこを切り取るイメージそれに対する何の指標が必要かっていう考え方こいつをしっかりとイメージしてあげるだからあのいつトレードしたらいいのっていうのが昔はあのいろんな情報があまりない時代はみんな分からなかったんですけれどもあのすごくこう分析していくとここを狙いましょうあそこを狙いましょうっていうのがすごくはっきりした。 逆に言うと、はっきりした相場でもあるんですね。それは市場の、えー、いろんな、あの、特性でもって知ることができます。で、まず第一にチェックしてあげなくちゃいけないのは、やっぱり二十四時間動く相場ですから、いつ、あの、トレードしたらいいの、いつ動くの。っていうところですよね。で、実はこれ、あの、うちの会社で作っている、私が作っているデータなんですけれども、えー、まあ、これはドル円なんですが、ドル円の。えー 今週週月曜日に作ったんですが過去5週間先週までの5週間のドル円の動きを1時間あたりどのぐらいの値幅動いたかっていうデータを蓄積してなおかつ月曜日の6時台は過去 5, 5週間でどのぐらい平均で動いたのとか火曜日の、えー、夜21時台はどのぐらい平均で動いたのとかっていうデータをだ ーとと落とし込んですから例えば月曜日は、えー、こういったもので、あのー、考えてあげるそうするとこれらを相場の中で考えた上で例えば今ドル円を題材にしてやっていくと変動する時間が決まってましたよね。 ある程度決ままってましたよねでその変動する時間の中である程度値幅期待値が30ポイント以上取れるよよううなとところっていうのはありましたよねとでそこになると大体この時間ですよねとそこのところの動きはどういう特徴を持っていて例えば一日だけボーンと動いてあとは動かないとかっていうのを除いてあげてそうするとどういう特徴がある割と連動性が前後の時間で連動性の高いところ要はトレンディーなところですよね。 トレンドが出やすいようなところを狙ってってあげることが可能なんじゃないのっていう時間帯を抽出してあげることができるそうするとそういう中でどういう戦い方をしてあげればいいのそこの動きをどうやって見つけてあげればいいのでここで初めて戦い方になるんですよ。 これやることによってあのこいつ出た瞬間にチコスパンもレンジブレークしているのいやしてないじゃあこれあのブレークじゃないこいつブレークしたときにチコスパン一緒にブレーク,あのブレークしてんのうんしてるしてるじゃあブレーク乗りましょうこいつブレークした時チコスパンブレークしてんのいやしてないでフィルタリングしてあげたんです。このノイイズサインって 我々騙されるその嘘のサインっていうのはどんなとこで出てんのっていう特徴をつかんでおいてあげなくちゃいけないわけなんですよね。でそれを排除するためにはどういう考え方をしなくちゃいけないその考え方を実践するためにはどういうフィルターをかけない いいいけななかとうことなんですよでそのフィルターで実際の有効なものは除かれちゃいけないっていうことなのでそれを考えてあげるそうすると今の場合さ,あのさっき言ったように時間でのフィルタリング動く時間でのフィルタリングと、えー、強いトレンドを抽出するためのプラスアルファ遅行スパンという形でのプラスアルファをつけてあげる。なおかつ えっと、実はこれ六だとですねあまりこうはみ出るのが見づらいですよこう実は12個ずらすともっと分かりやすいブレイクが見えるようになるんですねこれはちょっと経験則なんですけどでこれをですね、えー、走らせますトレードシステムとして。 今これ載せた、えー、シグナルはやめてですねリムーブしてさっきの時間制御をかけていないこいつの方が有効だっていうことが分かりましたと。でもしかしたらあのー さっき今これハイローバンド12個ずらしましたその方が見やすいからっていう話をしましたよねそのずらし方を多少こう 変えると、もうちょっと早いサインが出る、もし、もしくは。遅行スパンを、今これ遅行スパン、十、あん、えー、普通の、えー、一目均衡表上の遅行スパンって二十六ですよねで。チャート上では二十五個ずらす、今現在の足も一と数えるので。二十五個ずらすんですけど、これは十三、その半、二十六の半分の十三ずらしてます。その方が早いサインが出ると思ったから。 だけどその13ももしかしたら違う数字にすればもっとあの早いサインが出るんじゃないかなと思ってここで初めてパラメータを変えてあげるんですね途中で選択したようにですねレンジブレイクじゃなくトレンドに乗っていくっていう形の選択した人はまた違った。 指標を選んでそこの波を取りに行く形を考えて今ここでやったようにですねもう一度あの作り直して検証してっていう風にやり直してあげる必要があるわけです。それともう一つ今これはですね実は「利食いのところ損切りのところ」っていうのはそんなにギチギチにやってません。でえっ、ー、とギチギチにやったのはえー 今あの皆さんの手元にあるようにあのエントリーもギチギチにやってやったやつなんですけれども例えば ADX の方向性があのきっちりと揃っている時のレンジブレイクだけでしか乗らないとかってギチギチにやったあの行動をそちらに載せてありますそうするとあのものすごく勝率は上がるんですがトレード数が減ります。 で実際そのコードであの動かしてた時期ありますけれども、まあ、そこそこそそ儲かりましたあのそれにプラスアルファして時間とかいろんなあの多少他の条件はつけてましたけれどもフィルターをつければつけるほどトレードっていうのは通常減ります当然ですね。で皆さんも経験あると思いますけどチャート上にいろんなテクニカル指標を並べれば並べるほどあの判断できなくなるんでしょ こっちは上向いてんのにこっちは下向いててうーんどっちだろうっていう状況になるでしょ。実際システムトレードでもそうなっちゃうんですよね。あそう。